はい、今回はサンパチェンスの育て方をお話ししていきたいと思います。サンパチェンスはね、ニューギニアインパチェンスという植物を、日差しに強く改良して一株で非常に大きくなるように品種改良した、植物です。はい、近年人気があってですね、一株で非常に大きくなるというのが魅力でですね、すごく人気の高い植物ですね。右側ちょっと遠くにあるんですけれども、これが苗の状態です。で、一株で左側、はい、こんなに大きくなります。この鉢ね、ちなみに12号のサイズです。はい、このぐらいのサイズに一株で大きくなっちゃう、ね、非常に成功性な植物なんですね。で、これ育てるポイントはですね、できるだけ水と肥料を欠かさない、これが一番です。はい、肥料は化成の肥料、月に1回やっていただければいいですけれども、水が非常に乾きます。とっても乾きます。真夏1日2回やっても足りないんじゃないかっていうふうなぐらいに、水飲みますので、たっぷりいただいてください。はい、で、植える時もですね、一株でこのぐらいになるので、大きな鉢、これ12号だからだいたい直径が36センチぐらいの鉢に植えてますが、これでもいっぱいになるぐらいなので、できるだけ大きな鉢を用意してください。はい、あともう一つ、ポイントとしては、苗の時点で油虫と、虫がついちゃうと、こういう実力を発揮しないまま終わってしまうことがあるそうなので、三つ子の魂100までではないですけれども、小さい時ね、ちょっと虫だけは気をつけてください。はい、管理はね、日差し、日の当たるところを好みます。はい、ガンガン照りに置いてください。はい、それだけでいいです。はい、ということで、一株で非常に大きくなるサンパチェンス、水をたっぷり与えて大きく育ててください。以上、サンパチェンスの育て方でした。